にちは、ベースの田中慎吾でございます。普段自分がちょっと練習するときに、気をつけてることを少し演奏を交えて、言えていこうと思います。やっぱり大事なことはリズム、グルーヴなんですけども、ちょっと一つだけのことをずっとやってたりすると退屈になっちゃうので、あとベースという楽器、みんなと合奏することがとっても大事な楽器なので、できるだけコード進行もちょっと踏まえて一緒に練習していこうと思います。まず、分かりやすいのでちょっと E のブルース、 E7 のブルースでちょっとやってみます。次は周りとのハーモニーをちょっと考えながらのアドリブとか、グルーヴの練習をやりたいと思います。歌を弾けるようにするための練習で、できるだけ指板にこう囚われないで頭の中で鳴った音を弾けるように、で弾けるようになると、自然な音楽になっていくと思います。なのでみんな練習してみてください。僕もこの学校に通ってました。もう20年ぐらい前ですけど、そしてみんな、同じような仲間たちと一緒に、励まし合ったり、ライバルとしてのいい刺激にもなったりして、とても、こういうコミュニティがあるってことはとてもいいことだと思うので、皆さんぜひ、遊びに来てください。